僕、朝陽は、大韓帝国と日本統治時代の官僚であり、政治家、思想家でもある、貴族院朝鮮直線議員を務めた、日本統治時代における親日派の一人である。日本名は、山本真、僕、正朝陽。字は、源の根、号は、海だけ。彼の誕生年には、1872年と1874年という二つの説がある。 彼の祖先は、レミ分だったが没落。父は、異教で他人の家の作男、下人役で生計を維持した。1897年、完比留学生として、日本へ渡って、東京青山学院中学部に入学し、1900年に卒業した。同年、東京五期学校へ入学し、1903年に卒業して帰国した。 日本への留学中は伊藤博文の文下生だった。1905年、日露戦争に日本軍の通訳として従軍。同年、軍務部主事、軍機省主事などを歴任して1906年に日本で行われた官兵式に派遣された。1907年、農商工部主事、陳樹法官、手具軍主権継承、北道観察士処理などを歴任した。 1907年、テグ試験継承北道観察史処理に在職中、大韓帝国政府の許可なしに、テグ友情を解体した。以後、全羅南道観察史、平安南道、観察試験平安南道税務所、平安南道と継承北道に在職していた時、大韓帝国政府の改革令によって断髪令を強行した。1910年8月、 中西南道観察士として赴任したが、直後の韓国併合後も留任し、中西南道道長官を務めた。1915年に中水院参議となり、1921年に公海道知事、1923年に中西北道知事を務めた。1925年に俗理産で飲酒した際、寺院の女像を合観致死させた疑いで大気発令となった。 1927年、中水院参議となり1928年に公会堂知事となったが、1929年、中水院参議に戻った。1936年、中水院顧問となり、1943年には中水院副議長となった。1938年、朝鮮総督府の戦時諮問機関である次局、対策調査委員会委員、 1941年朝鮮、臨戦報告団の顧問となり、太平洋戦争時は、シンガポールと台湾の駐在日本軍の慰問を行ったりもした。1943年、国民総力朝鮮連盟参与に任命された。1945年2月、訓一等などの叙勲を受け、同年4月に、貴族院朝鮮直戦議員となった。同年4月に、 朝鮮人参政権が許可されると、彼は、委員いたす空と感謝施設団の代表として、日本を訪問した。彼は、朝鮮人の可能性を徹底的に否定した。朝鮮の民度を批判しながらも、学校や教育施設に寄付、奨学金を支給していた、委員いたす空とは異なり、朝鮮の発展の可能性は皆無であると見ていた。百四十九年一月、 反民族行為特別調査委員会に検挙されたが、無罪を主張して、初心を曲げなかった。同意委員会は、僕徴用は、体は、韓国人だったが、心と行動は、完全に、日本人だった。と評価した。彼は、李正晩、李はじめ栄え、え皆大久しを疑似愛国者として嘲笑し、戦争が起こり、米軍が撤退すれば、 李性版のようなものは逃走すると語り、強制的に精神病院へ送られることもあった。死亡年については1955年と1959年の2つの説が存在する。2004年、新日反民族行為者に認定され彼の財産は没収された。ありがとうございます。